フォトグラファーの私は、幕末期に起きる侍戦士に関心があり、写真集を編纂してきた。その過程の中で、ある一枚の写真に出会った。それが、戊辰戦争後の会津若松の鶴ヶ城のものであるとわかった。いても立っても、いられなくなった。フランス人にとって、戊辰戦争はフランス軍人と日本の侍が共に手を組み、騎士道と武士道を掲げて、新政府軍と戦った戦争であると知られている。私はこの城の歴史に関心を持ち、会津に向かうことにした。1853年、日本は黒船来航に始まる。アメリカ、フランス、イギリス、ロシア、オランダとの外交により、開国と尊王攘夷の間で大いに内政が乱れていた。1858年、フランスは日本との間に日仏修好通商条約を締結し、徳川幕府と共に開国のビジョンを実現させようとしていた。その後、幕府からの要請で陸軍士官を日本に派遣し、国防強化策を支援。騎士道と武士道が交わった時代でもあった。同じ時期、日本では開国路のめぐって倒幕の動きが活発化し、緊張を高めていた。1862年、幕府は帝を警備し、京都の治安を守るために京都守護職を設置。会津藩、九代藩主、松平容保は徳川将軍家には絶対に忠誠を尽くさなければならないという信義を重んじ、京都守護職に就任する。1867年11月9日、十五代将軍徳川慶喜は
大政奉還し、王政復古の大号令が行われる。1868年1月、京都での鳥羽伏見の戦いを皮切りに、旧幕府軍と新政府軍による戊辰戦争が勃発。8月20日、会津攻撃が開始。新政府軍は城へなだれ込み、町は炎上。鶴ヶ城での籠城戦は1ヶ月に及び、1日に約2500発もの弾丸が撃ち込まれる。福島県会津若松市、駅を降りると白虎隊の銅像とともに火が立っている。そこにはならぬものはならぬ、会津人の精神である。会津藩は朝廷に歯向かう賊軍とされ、戦果は北上し、江戸開城後に白川口の戦い、日光口の戦いを経て、同年8月に会津戦争へと発展。会津藩にとっての戊辰戦争は真偽の精神から始まり、正義を貫くための戦いであった。そして会津鶴ヶ城にて1ヶ月以上にわたり戦うが、同年9月22日の朝、白旗を掲げ開城。会津藩にとっての戊辰戦争はここで終わる。会津祭り、戊辰戦争で落命した会津藩士の霊を慰め、戦時に感謝する会津最大の行事。この中でひときわ会津人の義の心を象徴する演舞がある。それは会津高校白虎隊剣舞。剣士の格好をまとい、白虎隊の霊を慰める剣舞である。会津松平家14代当主松平盛久氏、初代星名正幸公から続く
会津松平家には代々受け継がれる家訓がある。家訓十五箇条。大君の儀、一心大切に忠勤に励み、他国の礼をもって自らおるべからず、もし西の田川、すなわち我が子孫にあらず、面々決して従うべからず、真偽の精神こそ会津人の教えである。会津の人々の心の中にある義の教え、それらは江戸時代の頃から変わっていない。ここ会津に訪れるとそれを感じることができる。私は白虎隊の慰霊碑がある飯盛山に足を運んだ。会津若松を一望に見渡せる高台、150年前ここから彼らはどんな思いで鶴ヶ城を見ていただろう。白虎隊への鎮魂の儀式、そして会津高校白虎隊剣舞が奉納された。藩校日進館の流れを引き継ぐ会津高校では100年以上にわたり剣舞を奉納してきている。会津人としての誇りと歴史を次の世代に引き継ぐためである。8月20日には会津攻撃が開始、東部の半境であるボナリ峠から攻めてきた新政府軍に対し、旧幕府の伝習隊や新選組が交戦、武器の性能の差もあり突破される。会津藩では城下への進路である十六橋を破壊して新政府軍を止めようとしてが間に合わず、その口原では白虎隊、シチュニバン隊などが交戦。しかし新政府軍は城下へなだれ込む。その口原で敗れた白虎隊士は城へ戻ろうと引き返す。その途中飯盛山から城下が炎上する様子を見て、武士の誇りを持って自ら死のうと自陣することを選択。これが後に白虎隊の悲劇として語り継がれることとなった。会津高校、1890年創立。会津藩校、日進館の流れを組む、その創設に深く関わった山川健次郎は元白虎隊剣士。明治のようになり、米国イェール大学に留学、日本人初の物理学博士となり、後に東京大学、京都大学、九州大学の総長となる。山川健次郎にとって会津高校創設は会津を教育の力で再興するための取り組みに他ならなかった。剣舞委員会、会津高校にとって精神的な柱となる部活動。剣舞委員会の活動は
現在は委員会ということで、見聞委員会そのものは133年の歴史を、学校の歴史よりも活動の方が長いという非常に珍しい存在だと思います。で、方式としては春の4月の24日と9月の24日の飯盛山の白虎大使の墓前祭で、見聞を奉納しています。つまり亡くなった白虎隊の大使の、鎮魂の舞という意味があります。見聞の委員会は OB の方がわざわざ指導に来てくださるんですね、はい、先輩と後輩、OB と在校生、そういう伝統の継承というのが非常に大きな特色だと思います。100年以上も続くこう伝統歴史の中で詩を作った方とか、そういうのを考えた人の気持ちっていうか、そういう人たちの思いを私たちが次の世代の人たちにもつなげていかなきゃいけないっていうのを思います。その絶やしちゃいけない炎じゃないですけど、絶やしちゃいけないもの、やっぱ歴史もあるし気持ちもあるし曲げちゃいけないものだと思う。僕が見聞を始めたきっかけは、愛想の歴史が好きで、学んでいたところ、白虎大使の方々が戊辰戦争で亡くなられたという悲しい現実を知ることになり、会津高等学校に入って白虎隊の方々の鎮魂の舞を知ることができる見聞委員会に入ろうと思ったのがきっかけです。僕にとって見聞とは130年以上続いている会津高校の大事な伝統であり、白虎隊の方々の霊を諌めるという大事な役割を果たしているものであります。詩吟は言葉なのでダイレクトに思いとかそういったものが伝わるものであると、考えているんですから、俺が現代の人々にその当時の思いを伝えてあげなきゃいけないと思ってるんですけど、その吟は僕にとって第二の人生であるというかなと思います。会津人にとって義の生き方とは何か。私は江戸時代から続く老舗の渋川問屋に訪れることにした。ここはですね、デビッドさん、会津の郷土料理なんか食べたことあろうかと思うんですけど、郷土料理のですね材料っていうのは、会津の人たちってやっぱり海に対する思いが非常に強くてですね、山の中で海のものを手に入れるというと乾物なんです。いわゆるドライフィッシュですよね、はい、でそれをはるばる北海道から運んできてですね、ここでそれを材料にしたものがですね会津の郷土料理になったんです、でそのいわゆる材料の問屋、この渋川問屋、乾物問屋ということなんです、会津の義とは何ですか。会津にはですね、一つの教えがあってですね、ならぬことはならぬものですという言葉があるんですけども、つまり妥協しない、一旦確信を持って信じたことはですね貫き通すというのが私はその会津の義だと思ってるんですよね。愚直という言葉がありますが、本当にその思ったことをね、信念を持ってぶれないと、いうことがですね、私は会津の義ではないかというふうに思ってございます、昔からですね会津にはですね、義に死すとも不義に生きずという言葉があるんですよね。これはまさにその当時松平かたもり公がですね行動したことがまるでその言葉に当てはまると、信念を持ったことに対してはですね、やっぱ信念を貫き通すということがですね、やっぱ会津の精神というかね、そういったものでそれはですね脈々とですね今の子どもたちにも受け継がれてるんではないかと思って、それは確信しております、日清韓っていう犯行がありましてですね、多分当時としてはですね、全国一なかなかレベルの高いですね教育があったというふうに、その証拠として明治以降もですね、会津から輩出した優れた人物がいっぱい出てるわけですね。だからそれはそのとにもかくにもそういった会津日清館というね会津藩校の教えのもとにですね育った子どもたちが成人してですね、
明治以降もですね、日本に非常に貢献したというふうに思ってございますので、そこはやっぱり我々自信を持ってですね、この会津をねまた生き抜いていきたいというふうに思っております。まあ、この年にね改めてじゃあなんかやっぱりいろいろ考えなきゃなんない節目のいい時代だと年だと思うんですよね。で明治維新っていうのは我々はですね今までのそれまでのその封建時代を解放してですね、いわゆる日本の近代化に大きな役割を果たしてきたというふうに学校で学んできたわけですよね。まあ、それ事実確かにそうなんですが、それ以前のねいわゆる265年続いたいわゆる江戸幕府体制ですね、その時代を全く否定していいのかどうかというのは私はちょっと疑問に感じてるんですよね。日本の今その本当に優美でですね豊かないわゆる文化っていうのがありますね。それほとんどがですねそういった江戸時代の心豊かで平和で平穏な時代に全部育まれてきた文化だと思いますので、そういったものをやっぱり検証大事にするためにねもう一度その長く続いた江戸幕府時代を検証してですねいいものをもう一回再確認しながらですね今の時代に生かしていくということが必要なのかと、そういったものを検証する一つのタイミングがですねこの150年という節目の年ではないかというふうに思っております。会津人にとって義の生き方とは何か、会津の人々の心の中にある義の教え、それらは江戸時代の頃から変わっていない。ここ会津に訪れるとそれを感じることができる。歩けないよ歩けないと